皆さんこんにちは、レーシングドライバーの広川和樹です。今回の動画ではですね、カート、皆さん、車好きな方はご存知だと思うんですけども、ですね、カートという乗り物、モータースポーツについてお話をさせていただきたいと思います。カートっていうのはですね、簡単に言うと、遊園地とかにもあるゴーカートみたいなものですね。いわゆる一人乗りの、小さな車みたいな乗り物になります。ゴーカートですとね、速度結構遅いんで、誰でも簡単に乗れるんですけども、その中でもですね、レーシングカートって言われる、いわゆるモータースポーツ専門に速いエンジン、そして、強靭なフレーム、車体ですね、でグリップのいいタイヤをつけた、本当にちっちゃいフォーミュラーカー、レーシングカーみたいな車のカテゴリーというのが存在します。今はね、やっぱそのレーシングドライバーを目指す上では登竜門的な、どんなドライバーも最初にほぼ乗るっていうようなカテゴリーになってるんですけども、これを一般の方が乗りやすいようにね、したレンタルカートなんてものもあったりしてね、最近は非常にいろんな方が親しみやすいカテゴリーになってきてるかと思います。で、なんでね、今のレーシングドライバーとかがほとんどこのカートっていうカテゴリーから上がってきてるかっていうと、理由はいくつかあるんですけども、まず一つは、誰でも乗れる免許等が必要ないっていうところですね。どうしてもやっぱりモータースポーツっていうのは車を運転する競技になりますんで、ある程度ね、年齢がいってからじゃないと、始めることができないっていうデメリットがやっぱ他のスポーツに比べてあります。ただね、このカートっていうものを使えば、本当にね、自分も4歳、5歳くらいの時からカート始めたんですけども、本当にね、そのくらいの小さい年齢の時からモータースポーツに親しむことができて、車を動かす技術っていうのを早い段階からね、学ぶことができるようになってるんで、非常にいいカテゴリーになってるかと思います。で、二つ目に関しましては、とにかく車体がシンプル。必要最低限のものしかついてない形になりますんで、なんだったらレース用のだと、最近はあれですけど、昔はクラッチすらついてないんで、止まってることができない。止まるとエンジンも止まっちゃうみたいな、そのくらい本当にシンプルなマシンになってました。なんでね、本当にドライビングの基礎、車を動かす感覚っていうのを身につける上では、余計な練習装備もないですし、重さもないので、本当にね、基礎を学んで身につけるには非常にいいものになってるかと思います。こういった形でですね、非常に、いいことづくめのカートなんですけども、残念なことにね、モータースポーツであるがゆえにしょうがないんですけども、どうしてもレーシングカート本格的にやろうと思うとね、コストがかなりかかるような形になってきます。普通のね、ちっちゃいレースとかに出るだけならまだしも、公式戦の地方選手権、全日本選手権なんて出ようと思うとね、かなり莫大なお金がかかってくるような形になりますんで、ちょっとね、なかなかそういうところは難しいかと思います。ただ、先ほども述べました、最近流行りのレンタルカート。こちらはですね、本当に一般の方でも、手ぶらでサーキットに行ってもね、全部サーキット側から借りて、サクッと30分、15分くらい走って楽しむっていうことができるようなものになってますんで、これはね、ぜひ車が好きな方でまだ乗ったことがないっていう方は、ぜひ一度乗ってみていただきたいと思います。レンタルカートもちょっと前までは本当に遊園地のゴーカートに毛が生えたくらいのあまり速くないね動きも重ったるいものだったんですけども、最近はもうレンタル専用のカートっていうのも非常に進化してきているような形でして、かなりねレーシングカートに負けず劣らずの走りができるようになってくるようになりました。で、大会なんかも実はレンタルカート専門の大会っていうのが結構開催されるようになってまして、そういったところだとね、いろいろライセンスを取ったりですとか、そういう準備もなく、友達うちで集まってチーム組んで、ワイワイレースを楽しむっていうね、遊び方なんかもできるようになってきてるんで、かなりね、モータースポーツとしては、親しみやすくて、手のつけやすいカテゴリーになってるんじゃないかと思います。ただね、レンタルカート、じゃあ、楽しむだけで練習にならないかっていうと、全然そういうこともなくてですね、その車を動かす基礎っていうところは十分に学べるものになっております。
実際の車でそのタイヤが滑るか滑らないかギリギリのところの感覚っていうのをつかむのは、やっぱね、非常に速度域も上げたり限られた場所じゃないできないことなんで、なかなかね、練習するの難しいんですけども、カートだったら本当にその感覚、タイヤが滑るか滑らないかをギリギリ狙っていく感覚ですとか、いわゆるタイヤがよれてたわむ感覚、サスペンションがないんでね、車体がよじれてタイヤが動く、マシンが動いていくっていう、そういう動き、腰のセンサー、そういうものを鍛えるには非常にいいものになっているかと思います。ただね、カートも気をつけないと、実際の車の練習として乗る場合ですと、まあ、非常にね、やっぱ車重の差、そして今言ったようにサスペンションがあるないっていうところの差がありますんで、実はね、厳密にはちょっと車の動かし方、動きの出方が変わってくるような形になっているので、その違いなんかは意識しながら練習していただかないと、四輪、大きい車の練習にはならないかと思うんで注意してください。というのもね、やっぱカート軽くてとにかくダイレクトなんでね、ハンドルをスパッと切っても車が一気にね、動いてついてきてくれるような、とにかくレスポンスがいい車になってて、逆にそのレスポンスの良さっていうのを生かさないとタイム出ない場面っていうのもあるようになってるんで、ちょっとね、カート専門の知識、そしてテクニックっていうのが必要になってきたりもするんで、まあ、カート極めるっていう方はね、全然そういうものを突き詰めていいと思うんですけども、練習としてね、車の大きい車のステップアップの練習として乗る方は、そういったところの違いをですね、ぜひ、頭に入れて乗っていただくと、とてもね、練習になるかと思います。で、まあ、あんまり、おすすめはできないというか、まあ、大会出てぜひやってほしいんですけども、競り合い、まあ、本当にね、レース、テレビ中継とかで見るような、抜いた抜かれたの競り合いっていうのもね、簡単に、お手軽に体感することができるようになって、本当にとにかく、今レースしてるっていうのをね、実感しやすい車になってますんで、そういうのもね、ぜひ興味がある方は乗ってみていただければと思います。で、イベントなんかによってはね、カートですと我々みたいなプロのドライバーとかが参加して、実際に皆様と一緒に走るっていう機会もね、かなり多くあるような形なんで、憧れのドライバーと一緒にレースができるっていうところも、魅力のカテゴリーになってるかと思います。はい、それでは今回の動画では、カートというね、モータースポーツの、一番の入門カテゴリー、こちらについていろいろとお話をさせていただきました。まあね、このチャンネルもいろいろ登録者数が増えてきてね、興味あるっていう方が増えてきましたら、ぜひ皆様とカート大会なんてものをね、やってみたいと思いますんで、まあ、いつになるかわからないですけども、そういう機会が来るといいなと思っております。それではね、今後もモータースポーツの話、そして車の話、いろいろそういった話をしていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録していただいて、また次回の動画も見ていただければと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。